皆さんこんにちは、森崎アリスです。<laughs> はい、今日5月5日は何の日でしょう <laughs> 何の日でしょうかはい、森崎アリス、ピンク星時々人間のファンクラブ解説日です <laughs> はい、ということで、もう0時0分にね、 多分あのもう解説されているはずなんですけれども皆様にサイトの URL をまだ教えていなかったので5月5日のねあの解説と同時にあの下の概要欄に載せようと思ってこの動画を撮り直しましたはいえー、っとねあのー、画像的にはこんな感じになってますであのー、ピンク性る 時々人間っていう感じであのー、まあいつものピンク星人の私いつものねこういうお洋服を着ているピンク星人の私とたまにこう T シャツ着たりとか本当になんだろうなロリータ以外の服も最近ちょっとチャレンジしているのでちょっと着れるようになってきたからです。楽しくなっちゃって <laughs> いろんな服着ててなのでちょっと「ピンク星ときどき人間」っていうあのファンサイトの名前にさせていただきました。ファンサイトに入っていたただけた方 の限定特典だったりとかはあの1日に出した動画内でも言ったんですけれどもファンクラブの、えー、と会員様限定イベントというものが、あのー、行われたりとか、まあ、まだまだあのいつ行われるのかとかまだ詳細は全く決まっていないんですけれども、えー、とファンクラブの,あの方しか見れないもの写真だったりブログだったり、えー、とムービービですねそこでしか見れない、あのー、例えば森崎が何だろうなまあこう。 多く言うとお風呂入ってる動画だったりとか、まあそれはね、まあちょっとそこは事務所的にちょっとっていう感じのぐらいのあのものとかも載せていけたらいいなっていう、はい、感じでございます。今回ファンクラブを開設するにあたり、すごくあのいろいろな方に本当にあのご協力していただいたので、本当にあの実現するとは思ってもいなくって、すごく嬉しいです。本当にありがとうございます。今日あのスタートラインに立ったので、 他のアーティストさんだったりとか、まあ、タレントさんと同じような形で活動させていただくんですけれどもあのファンクラブの中のねあの入っていただいてからあの皆様がやっぱりこうハッピーになるような内容にしたいと思ってるので更新頻度とかは本当に週に1回とかあの週にね12回とかそんな感じにやっていこうかなとは思ってるんですけど。あの どう YouTube とか Twitter とかインスタとかそういうのでは見れない盛り上がりを見せたいなと思うので本当に何でもリクエストに答えたいなと思います。でああのの質問のあった関西とかでイベントを開いてくれるのっていうのもあの人数が増えていけばもしかしたら関西でもできるかもしれない私が頑張ってあの本当にもっともっと頑張って関西に行けるように頑張りますので。 よろししくお願いしますはいということでファンクラブピンク星時々人間の URL は概要欄に貼ってありますのでこれはね随時あのー、定期とかにしようかなとも思ってますツイッターで定期で回そうとも思ってますしあの概要欄にも随時載っけておくので皆さんあのー、毎回こうコメント欄にあのー、コメントいただければこうして動画で皆さんにお答えすることもできるのでよかったら皆さん コメント質問とかもよろしくお願いします。はいということで今日5月5日皆さん本当にあの待っていてくれた方もですね本当に本当に嬉しいですありがとうございます。ファ、はい、ンクラブの詳細なんですけれどもどこも au ソフトバンクの携帯決済が使えるようになっていますので500円の欄をクリックしていただいて、えっと、会員登録という形になります。えっと、税込みになるから500円プラス タックスって感じになります <laughs>。アリブロ、アリフォト、アリムビって言って3項目あるんですけど、みんなに見れるもの、ファンクラブにまだ入っていない子にも見れるように、アリブロの方とかは、ま、タイムリーな感じで載せようかなと思ってます。そして、えっと、特典としましては先ほど言ったイベントだったりとか、普段見れない私だったりとかを、えっと、配信していく予定なんですけれども、えっと、その他に、あの、会員証は デジタル会書が発行されますなので私何番だフォーってなるようなものとかもあったりちゃんとこの証明書があるのでスクショとかしてねあのまあ番号とか隠してくれたらあの入ったよとか言っ,て言ってくれたらすごい喜びます皆さんにお会いできたら嬉しいです。では森崎ありつでしたピンク星ドキドキ人間よろしくお願いしますバイバーイは横に 書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで、次回も見てて、お楽しみに。チャオチャンネル登録してねチャンネル登録してて、ね。チャもうね、あの、ファンクラブの。動画については、私、本当に。あの、今日清掃なんですけど。あの、いつもというか、もうすっぴんというか、もう、もう、なんていうの。あの、お口紅だけしか塗ってないんですけど。 あのね、フすごいつもの私のスタンスだとさやっぱりこう失礼かなと思うのでやっぱりちゃんと動画をと撮ろうとすればするほど日本語がこうもっともっとおかしくなっていくのでちょっと今日はこれで終わりにしたいと思います。